どうもこんにちは、瀬戸康史のサブチャンネルへようこそ。朝の散歩中です。今日はですね、ちょっとまあ久々の動画になっちゃったんですけど、ちょっとまあお知らせがてらちょっと喋ってみたいなと思います。ですね、なんとですね、私賞にノミネートされたんですよ。何の賞、ちょっとかなりセミうるさいかもしれないけど、ここ何の賞かと申しますと、楽器大賞2022っていう、なんかその、なんだろう、どこがやってんだろう、いろんな楽器メーカーがまあやってるってことなのかな、そういう楽器大賞っていうのがあって、やっぱ俺楽器好きだからさ、その楽器大賞2022に瀬戸さんノミネートされましたっていう連絡が来まして、どうされますかって言われて、これいやもうぜひノミネートお願いしますっつって、で今もうこれ8月の10日ぐらいからやってんだけど、実はちょっとご報告が遅れてしまったんですけど、もう投票なの、ノミネートされてる方がたくさんいて、でそのいろんなミュージシャンの方たちの中に僕混ざっちゃってんだけど、投票するので、それで投票が一番多かった人がその大賞に輝くっていうことらしいんだけど、それに私ノミネートされたんで、ぜひ皆さん、なんつうの、投票お願いしますっていうか、なんつうんだろう、投票お願いしますでいいのかな。皆さん一応サイトね、ありますんで、それ見てみてもらって、いろんな部門があります。楽器部門とか、なんだ、ピアノ部門とか、ギター部門とかかな、いろんな部門があって、僕は、なんかその特別部門みたいなやつにノミネートされました。はい。で、他のミュージシャンの方は、ギターとか、ピアノとか書いたのね、ちゃんと専門楽器が。でも僕専門楽器がないから、多分その楽器大賞のスタッフの方困ったんだろうね、その楽器のところに YouTuber って書かれてます、私。はい。特に何の楽器得意とかじゃないけどノミネートされちゃってるみたいな、そういう特別枠みたいな感じで入れていただいてます。はい。で投票は8月の31日までかな、今月いっぱいまでなんで、ぜひ、一応ね、その下にリンク貼っとくんで、楽器大賞の、あ、ちょっと人がいますね。楽器大賞のページのリンク貼っておきますので、そこ、ちょっと、見てもらって、で、いろんな人、もう、あれ、ビートボックサーのソウソウくんもノミネートしてたよ、別の部門に。だから、そう、本当に皆さん知ってる、そのハラミちゃんとか入ってたかな。そこ、有名なミュージシャンの方もノミネートされてるから、ぜひ皆さん、見てみてもらって、では瀬戸康史いいなと、瀬戸康史のいる特別部門瀬戸康史に入れてやってもいいなって思った方は、ぜひポチッと投票してもらった方の中から抽選で、その協賛してる楽器メーカーからの楽器がなんか抽選で当たるらしいから、それもよかったら見てみてね。投票したらもしかしたら楽器当たるかもしんねえぜっていうこと。はい。ということで8月10日からね始まってて、もうちょっと言うの遅れちまったんだけど、今更、しかも散歩中に急に言うっていうね、ことでございます。ということで、いろんなね、私、そのエレフエとかね、あとなんだろう、ローランドさんの楽器とか、あと変な打楽器とかさ、いろいろやったじゃない、私。だそれをね、こう、ちょっと評価してもらえたというかね、その楽器業界に、貢献できたのかなっていうね、っていうふうに考えると、ちょっとなんか、嬉しいなっていうかね。普段なんだろう、YouTube やってるとさ、まあコメントとかはたくさんいただくけど、なんかね、こう、ネットだけだからさ、なんか手応えがあんま感じられなかったりとか、しがちなんだけどね、慣れちゃって。でもやっぱりこう、楽器屋さんから直接その、いや、瀬戸さんの動画で、めちゃめちゃ売れましたみたいな、そういうの言っていただけると、すごいこう、嬉しいなと、思いましたね。ということで、今後私瀬戸康史は、これこっちか、人がまた来た、人が来ちゃった、ちょっとね朝なんでね、結構ランニングされてる方が、いらっしゃったね、あれですけど、だからそのあれよ、今後ね僕もどういう風に動画作っていこうかなって考えると、やっぱり人の役に立つ動画、作れたらいいなっていう、もうこの辺打足ですから、もうこの辺打足だよね。うん、そうなのよ。
夏だよ、みんな。もうここセミすごいうるさいけど、もうちょっとセミのパワー弱まってきてるよね。もうね、今日もすごい朝涼しくてさ、なんかちょっと散歩しようっていう気持ちになって外出てきたんだけど、なんだろう、なんか秋なんだよね。もうちょっと秋始まっちゃってんのよ。今何度これ、ちょっと今アップルウォッチで見てみるわ。26度、うん、涼しいよかなり、うん、でちょっと今小雨降ってます。これ何の動画、これ何の動画だろう。朝散歩してる貴重なおじさんの動画ですね。じゃあ散歩、今これ iPhone 13 Pro のシネマティックモードってやつで撮ってます。 4K ではまだ撮れないんだけど、すごい背景がいい感じにボケて、なんかね、手ブレ補正も効くし、インカメラで撮ってるんだけど、これ外カメラで撮ったらね、もっと綺麗なんだけど、今ちょっと自撮りしてるんでインカメラになっちゃってますね。なんかアップルのね、発表会が9月の7日とかいう、なんか決まったのわかんないけど、もうそろそろ来ますから iPhone14 がね。はい、まあいろいろ楽しみ、9月はね、いろいろね多分あるだろうから、ワクワクだよね、ワクワクの9月ということで、私もねちょっと動画また復活していこうかなと思っております。トンボ飛んでた、トンボ飛んでました。以上、瀬戸康史でございます。